どうも皆さんこんにちは、ラクメと申します。今回は AFK アリーナ、こちらのシリアルコードをいくつかご紹介していこうと思いますので、ぜひ皆さん活用してください。まずチュートリアルですね。ステージ1をクリアすると1回確定ガチャを引くことができますので、こちらでエリートが輩出されますので、運がいいとここでいいキャラクター、今回はこちらが前衛で非常に強いキャラクターが引けてます。そしてこの一番下にあるシェア、これを使うとレアな悟空というのがイベントで手に入りますので、必ず忘れないようにしてください。コードの入力場所は左上のおっさんから下のシステム設定のシリアルコードで入力することができます。まずは一つ目ですね。こちらの方でコモンガチャチケット3枚、こちら入手することができます。続けてまた似たようなコードですが、こちらで陣営ガチャチケットが3枚と5万ゴールド、こちらも似たようなコードですが、ダイヤが888と10万ゴールド。これが、公式のツイッターで公表されていたコモンガチャ30枚のコードですね。こちらもすべてのコードが概要欄の方に記載してありますので、使う方はコピーして貼り付けすることができますので、ぜひ活用ください。こちらが AFK888、ダイヤ300とその他もろもろ入ってきますね。この粉塵かなりお得です。そして最後ですね、こちらも、結構いいものが入ってますので、青の60個石が入りますので、これで1体引くことができるといったようなコードになっています。ここからはガチャ風景含めておまけになります。一応リセマラについて簡単に触れておきますと、 iOS 普通のデバイスはおそらくリセマラすることができないですね。また Android のデバイスに関してもアプリを消しても普通の Android 端末はできないと思います。 NOX だったりとか BlueStack といったようなエミュレーターを使った場合はできるかもしれませんが、デフォルトの Android の端末でアプリを消すだけではリセマラができないような仕様になってます。また正直なところリセマラをそこまでする必要がないのかなという気もしますので、頑張ってする価値はないですし、基本的にはできないと思っていただければいいと思います。一応サーバー変更すればリセマラすることはできなくはないと思います。そしてガチャを終わった後、こういったデイリー系のクエストを一式拾っておくと、またそこで石が手に入りますので、一通り引いた後再度、ボーナスだったりとかイベントのログインボーナス、その他もろもろ取得するとプラス2回ですね引くことができますので、かなりガチャは引かせてもらえるゲームになってるのかなと思いますが、基本的には重ねてレアリティを上げるゲームになりますので、気長に AFK しながらやっていくゲームなのかなというところで、以上 AFK アリーナのシリアルについてでした。次回の動画があるか分かりませんが、チャンネル登録よろしくお願いします。